おはようございます。こんにちは。こんばんは。さて、かなり久しぶりになってしまいました。10分レッスン動画配信久しぶりにやっていこうと思います。久しぶりということで、ちょっとまた背骨の体操、準備体操みたいなものをやっていきたいと思います。この10分レッスンの動画の一番最初に背骨の準備体操という感じで、久しぶりに運動をする方とか運動不足の方向けのレッスンの動画を、上げたんですけれども、その動画を、ちょっと消してしまって、その動画をもう一回見たいって言ってくださる反響が意外とありましたので、どなたりでもねできる運動になってますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。はい、肩関節とか股関節を動かすとかストレッチをする前に、この軸である背骨をしっかりと柔軟に動かせるように柔らかくしておくと、とても、有効的というか効率、運動の効率が上がるし、体の使い方が変わってくるので、背骨をぜひ柔らかくしていきましょうということで、早速、まず体育座り、床に座って、行っていける方は体育座り、椅子の方もいつでもできますので、同じような、注意ポイントを意識してやってみてください。まず体育座りの場合、膝の後ろに手を組みます。こういう感じでしっかり と、自分で手首を握ってもらって、こうでもいいけどしっかりとこう引っ張れるようなぐらい握っちゃえる方がいいですね。で、椅子に座ってる方は前にぐーっと手を伸ばしていくような感じでも大丈夫です。ここでまず背中を丸く丸めてみましょう。背骨を一個ずつ、こう関節を一個ずつ隙間を開けていくみたいなイメージで、丸く丸く、お尻の方の下の骨から首の頭の付け根のところまで背骨を丸く円を描くような感じで、後ろに体重をぐーっと押していって、背中でこう後ろの空気を押していくようなイメージです。ここで何度か呼吸していきましょう。鼻から吸って口から吐きます。吐く息でさらにぐーっと後ろに体重をかけて、この手でこう組んで腕が引っ張られることで、肩甲骨が背骨から離れて、この肩甲骨周りも背中広く伸びていくのを感じていきましょう。何度か呼吸してみてください。鼻から吸って口から吐きます。で、吐いた時にお腹をキューッとへこませて、あげてください。お腹へこませることで腰の後ろの骨の方がグーッと押されるような感覚があるとなおいいです。鼻から吸って口から吐いて、背中広く伸ばしたら、今度お尻の方から真上にニョキニョキと背骨を伸ばしていきましょう。真上真上、頭で天井を頭突きしていくようなイメージです。ここで胸張りすぎたり腰反りすぎたりしなくて大丈夫です。まずはこの 上下前後のこの背骨のしなりを作っていきたいので、しっかりともう一度繰り返します。背骨を丸めていきましょう。呼吸と一緒に口から吐いて、はーで伸ばしていきます。背中全体を広げて広く伸ばしていくようなイメージです。上にも横にも伸ばしていきましょう。上、縦にも横にも伸ばしていきます。吸う息で背骨を一個ずつ積み木のように積み上げながら、上にニョキニョキと伸ばしていきます。このお尻の骨から頭の先までのこの背骨の伸びを感じていきましょう。背高くしていきます。繰り返しましょう。吐いて丸く丸めます。はあ、ちょっと自分の姿をもし可能だったら鏡とかなんかカメラとかで確認してみて、背中がちゃんと丸くなってるかなっていうのを、もしそばに誰かがいれば誰かに見てもらってください。意外と腰の骨がこう平らに硬く動かなくなってたりとか、猫背の人はこう背中が丸まるんだけど腰が丸まらないとか、なんかそういう背中の上の方が硬くなってるとかあるかなと思うので、全部がねまんべんなく丸く、背中がドラえもんのようにね
丸くなれるといいです。吸う息でニョキニョキと、腰反らなくて大丈夫です。反るんじゃなくて上に伸びていきましょう。あと1回だけ吐く息で歯丸めます。丸く丸めて背中の全体を伸ばしていく。吸う息でニョキニョキと背骨の1個ずつの関節の動きを意識していきましょう。イメージしていきます。はい、そしたら、今度は背骨を横にしならせていきます。あぐらをかいていきましょう。椅子の方はそのまま椅子で大丈夫です。で、自分のこのお尻の一番下の骨、左右ともにあるゴロッと出てる骨をしっかりと、床に突き刺してあげて、真下にズシンと重心を置いておきましょう。左右のお尻はずっと床から離れないようにしてあげて、まず右手を上にグッと伸ばしていきます。鼻から吸って右手天井に伸ばして伸ばして、吐く息で左に倒れていきましょう。はあ、気持ちよく右の体側が伸びていきます。で、この時にお尻がこう浮いてこないように、ついてこないように、さっき言った座骨をしっかりと下に重心落としてあげて、お尻くっつけたまま指先は斜め左にぐーっと伸ばして、体側しっかりと伸ばしながら背骨も一緒にこうしなっていく。吸う息で戻します。同じ方向何度か行きます。鼻から吸って上にまずは伸びてから、口から吐いて横、背骨を柔らかく横にしならせて、体側、脇腹、脇の下のあたりがしっかりと伸びるところまで手の指先を斜め左にぐっと伸ばしていきましょう。お尻はついたまま吸う息で戻ります。呼吸も一緒に忘れないように、もう一度鼻から吸ってぐっと上に伸びてから、吐く息でハーで、一回ずつ伸びを深く感じられるといいですね。左手は軽く体の横で自分の体を支えておいてあげてください。鼻から吸って戻りましょう。今度反対の手、左手真上伸びてから右に倒れていきます。お尻がついてこないように、左のお尻は床のまま、指先斜め右の方向にグッと伸ばしてあげて、吸いながら戻ります。もう一度上に伸びてから、鼻から吸って口から吐く息で気持ちよく左の脇腹、脇の下、体側が伸びていきます。吸って戻る。もう一度だけ鼻から吸って上に伸びて、吐く息で気持ちよくストレッチ。3回目深く伸びていきましょう。吸う息で戻っていきます。はい、背骨、ね、今、前後にしなる、横にしなる、あともう一つ回旋、ねじる、ひねるをやっていきます。そのままあぐらで左右の座骨をぐさぐさっと下に重心落としておきます。で、右の手の甲を左の膝の外側に当てていきましょう。ここでもうすでにちょっと体がねじれてきますけれども、ちょっとまだ耐えておいてあげて、体は正面、顔も正面のままです。左手はお尻の後ろあたりに置いておきましょう。ここから息を吸って、まずは背を高くピーンと自分の軸を感じてあげて、背骨を上に伸ばしてから、吐く息で右の手の甲で膝を押しながら、くる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 っと下の背骨から順番にくるくるくるっと床と水平に回旋していくようなイメージです。腰の骨から胸の骨、首の骨、頭、目線というふうに下から順番に後ろ向いていきましょう。吸う息で戻ります。もう一度吐いて、はーで、同じ方向で大丈夫です。ねじねじねじでねじって、しっかりと硬くなったゴムをね、こう、柔らかく柔軟にしていくようなイメージで、お尻左右とも床についたままです。体はまっすぐ、頭天井に頭突きしたまま、背高いまま回旋していきましょう。吸う息で戻って、あと1回だけ吐いて、はー、右の
手の甲で左の膝をグッと押しながら、さらに深く深く後ろ向いていきます。この時に体がちょっと倒れたりとか、こう傾いたりしないように、しっかりと軸を感じながらまっすぐとねじっていきましょう。周期で戻ります。反対側も同じようにいきましょう。左手の甲で右の膝外側から押していきます。ここから鼻から吸って背を高く、吐く息で下の腰の骨から順番に背骨がくるくるくる右向いていきます。呼吸と一緒に体を雑巾のように絞っていきましょう。呼吸を吐くことで雑巾が水をこう絞るように、自分の体も空気を抜いていくようなイメージで絞っていきましょう。吸気で戻ります。吐いて、はーで自分の軸を感じながら、まっすぐまっすぐ腰、胸、首、頭、最後に目線です。吸気で戻りましょう。あと1回だけ吐いて、はー、気持ちよく、これも、回数重ねるごとに深くねじっていけるといいですね。吸気で戻っていきましょう。はい、今背骨を縦にしならせる、横にしならせる、回旋するという、まあ、基本というか背骨の本来持っている動きをやっていきました。この本来動くはずの関節の、持ってる機能をしっかりと自分で動かしていくことで、柔軟性とか、いろんな機能が戻ってきてくれるというか、思い出してくれるはずなので、硬いなという方もなるべく自分のできる範囲で可動していって、自力で少しずつ可動域をこう広げていけると、いいですね。特に背骨は体の軸なので、背骨が柔らかく使えるようになると、股関節も柔らかくなったり、肩関節も動きやすく、肩甲骨も動きやすくなったりするので、結構基本中の気で、呼吸とさらに合わせてあげることで、運動とか、まあ、普段の生活の準備体操というか、体温を上げるとかっていうのにも背骨の柔らかさとか動きはとても大事なことになってきますので、ぜひちょっとポイントを踏まえた上で、今日ちょっと3回ずつぐらいしかひねるとかはできてないですけれども、回数を多くしてやってみてください。はい、最後に、ちょっと10分過ぎちゃってるけど、立った姿勢で、背骨をしっかりと柔らかく動かしてお辞儀をしていきたいです。見えるかな、気をつけします。足の幅は、肩幅、骨盤幅ぐらいで、つま先正面に向けておくといいと思います。で、ここから気をつけして背高くしてから、鼻から吸って口から吐く息でまずはうなずいて、頭から順番に自由力に身を預けて背骨をお辞儀していきましょう。いけるところまででいいので、手もだらんと、手の重み、腕の重みも使って上半身を下までお辞儀させていきます。いけるところまで行ったら、下でもう一度呼吸、鼻から吸って口から吐く息で、今度は背骨を下から順番に積み木のように積み上げていきましょう。呼吸も一緒に忘れないように、上まで来たらもう一度鼻から吸って口から吐く息で、体の力抜きながらだらーん、重力に身を預けて背骨一個ずつお辞儀です。下半身は足裏で床をぐんと押して置いてあげてください。下半身は下に重力、下まで行ったら鼻から吸って口から吐く息で、お腹ですくい上げるように背骨を下から積み木のように積み上げていきます。この時も下半身は足裏ぐんと踏んでおきましょう。一緒に上に上がってこないように、下半身は下にちゃんと重心を置いておく、上半身はちょっとお腹ですくい上げるように背骨をまっすぐ伸ばしていきましょう。最後に1回だけ鼻から吸って口から吐いてお辞儀、綺麗なお辞儀ができるように背骨1個ずつの関節をこうイメージしながら
お辞儀していきます。下まで行って気持ちよくストレッチしながら、鼻から吸って口から吐く息でお腹ですくうように持ち上げてきて、一個ずつ一個ずつ背骨を積み上げて、背骨の上に最後に頭が乗っていきます。うん、これを毎朝とかやってあげるだけでもいいですし、例えば今何もないところで、立った状態で背骨をお辞儀させていきましたけれども、こう今壁についてます。壁に背中をつけてお辞儀して、うなずいて、ここからペロ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 ペリペリペリって上から順番に背中を剥がしていくみたいなやり方もあったりします。これは結構自分の硬いところ、硬い背骨が分かりやすかったりするので、意外とこう腰が硬かったり背骨自体が硬いと、もうこれ以上いけませんっていう方とかもいたりするので、あとは下半身ちゃんと足を踏ん張る力とかがないとこう倒れちゃいそうになったりするんですよね。なのでこの背骨の柔軟さをチェックしてあげるという意味でも、この10分のねレッスン前とレッスン後にちょっと比べてみたりしてもいいかもしれません。今日はちょっとチェックはやってないですけれども、はい、ぜひ試してみてください。今日はここまでです。